どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。純愛ディスナンス第10回ですね。はい、ちなみにですね、9月22日、次回がね、いよいよ最終回ということになるわけですけども、さあ、あとね、残すところこの純愛ディソナンス、この回を入れてね、あと2回というか、まあ今日これね、もう先ほど見終わって5分ほど前に見終わったんですけど、あと1回ということになりました。はい、まあね、本当にしょうもないドラマでしたねそのしょうもないドラマもあと1回で、次回でやっと終わるということでね、いやー、本当によかったよかったね。もうここまで来たんで最後までお付き合いしますけどね、いや本当時間の無駄だったかなとはい、まあそんなわけでね、見ていきましょうか。というわけでね、いつもの人間相関図ということでまああんまりね大きな動きはございません。今日はね、今回はね、前回加賀美先生が久しぶりに登場してきたわけなんですけど、で、加賀美先生と正樹がですね、面会するんですよ。で、もうかなりね、加賀美先生は正樹によって、まあ、正樹何も悪くないと思うんですけど、まあ、結局、小坂先生を殺害したこの5年前のね、この事件、加賀美先生が、このね、小坂を、殺害した愛人関係だったんですけど、不倫関係だったんですけど、小坂から別れをね、言われてきたことで、まあ、本人曰く小坂先生を、まあ、殺したということで、今服役中なんですよ。今も刑務所に入っているので、まあ、面会に行くわけですよね。で、その正樹に対して加賀美先生はもうめちゃくちゃ敵意を向けてるわけですよね。お前の周りには呪っている人間が近くにいるみたいなことを言うわけですよ。うん、まあ、して何、お前何、今何、サイと不倫関係にあるのみたいな感じで、お前全然変わってないなみたいな感じで、もう正樹のことをめちゃくちゃこう憎んでるわけですよね。いや別に正樹そんな悪いことしないんだけどね。でも結局お前が殺したわけでね、小坂先生殺したのはもう一方的にお前が悪いわけでっていうことで、別に正樹先生あんま関係、似た先生あんま関係ないと思うんですけど、まあ、どういうわけか、加賀美先生はね、正樹のことめちゃくちゃ憎んでるような感じでスタートするんですね。で、この美智香ですけど、美智香はあの会社の情報漏洩の責任を取ってコアスパークの社長を辞任してしまいます。でね、この社長なんですけど、この社長は、まあ、正樹にいろいろ命じて、まあ、とりあえずこれだけのことをやれば、まあ、お前を諦めてやると、ずっと手元に置こうとするというか、というかこの社長は正樹に強い執着心を持っていて、なかなか手放そうとしないんですね。で、一応美智香の会社を潰したら、美智香に復讐したら、まあお前自由にしていいよって約束だったのに、いやいやいや、美智香を潰しただけでは割が合わないとか言って、今度はこの仕事をしろとか言って、まあ、ある土地のね、売買契約権利書みたいのを手渡してくるんですよ。で、これがさ、お前にとって最後の仕事だからって、いや、さっきもね、前もこれが最後だから、美智香の件が最後だからって言ったくせに、またね、これが最後の仕事だからって言って、土地の権利書を渡してくるわけです。これ、契約させろみたいな感じで。で、その土地の名前を見て、正樹は眉を潜めるわけですね。さあ、この土地、一体どこの土地でしょうか。最初ね、シェアハウスの土地も買収するみたいなことを言ってたんですけど、まあ、これはね、正樹が美智香を潰したことによって、まあ、ここは免除されたんですが、またね、マウイを潜めるということは、また何か正樹に関係する土地のようなんですよね。さあ、そこは一体どこなのか。で、今度ね、サエと母親のシーンになるわけですけど、まあ、簡単に言えば、まあ、お母さんね、胃がんがまた再発しちゃったんですよね。で、サエに、まあ、お母さん、サエはお母さんから大金借りてるんですよ、何百万ってお金をね。まあ、それを、新田が原因で、ピアノ教室新田は潰しちゃっているので、まあ、そこの賠償金にそのお金をね当てたわけなんですけど、そのお金の出所なんですが、実はサイに貸したお金っていうのはてっきりなんかね、どっかから盗んだりとか、消費者金融から借りたとか愛人から
貢いでもらったっていうお金ではなくて、実は保険金だったんですね。まあ、がんになることで、まあ、保険金が入ったわけですよ。そのお金だったという、娘はね、サイは汚いお金だと思っていたんだけど、実はそうではなかったって、綺麗なお金だったわけですよね。まあ、汚いお金だと思ってた割には、背に腹は変えられないということで、まあ、そのお金を借りるわけなんでね、まあ、こいつもこいつでね、ポリシーがねえなとは思うわけなんですけど、まあ、結局お母さんとずっと一緒にいるっていう条件でお金借りたくせに、お金借りたら借りたで今度はお母さんちょっとうざいよみたいな感じで、しつこいよみたいな感じで、全然約束を守らないあたりもいかがなものかと思いましたけど、なんかね、もうとにかくね、言ってることやってることがね、この人たち本当めちゃくちゃなんですよね。約束は守らないしさ、で結局男のためにお金貢いでるって意味ではね、同じですからね。それも不倫ですよ、これね。これまだ夫婦ですからね。不倫なんだけど、その不倫男にお母さんの保険金、お母さんから、まあ、汚れたお金だと思われていたお金を借りて、それを、まあ、半分貢いでるような形ですからね。一体何なんですかね。で、で、まさきはね、実家に帰るわけですよ。で、まあ、お父さんとお母さんとはもうほぼ絶縁状態で5年間ね、連絡を取ってない音信不通だったんですけど、実は臼井社長が売買しようとしていた、まあ、買収しようとしていた土地というのは、まさきの実家の土地なんですよね。学校法人やってたから、その学校の、まあ、土地のお金だった、まあ、土地の契約書だったっていうことなんですね。で、まあ、結局、家に帰ってそのことをお父さんに話そうと思ったら、なんとお父さん、認知症になってましたっていうことで、でまさきが帰ってくると、おかえりコウスケって言うんですよ。まさきの顔を見て、お兄さん、亡くなったお兄さんのコウスケだと思って話をしてるわけね。で母親は母親で、あんた5年間もう連絡をよくさないで何やってたの、おかげでうちは学校を手放すことになったのよってね、まさきに激怒するわけですよ。うん本当にね、何やらせても本当踏んだり蹴ったりっていうかね。で、まあ、次また場面が変わると、今度サエとマサキはね、のんきに、夜景を見に行く、でこんなところで花火見てたら綺麗だろうなみたいな、これはまあ後に、ね、花火が伏線につながっていくわけなんですけど、どこかね、なんか綺麗、確かに綺麗な夜景のところがあって行ってみたいなと思うけど、あれ東京都内なんですかね、彼らが見ていた夜景、あれどこだか分かる人いたら教えていただきたい。多分東京の夜景が見えていたんで、川沿いだったから何側なんだろう。僕ちょっと東京に今いるんだけど、東京に詳しくないので全然知らないんですよね。もう東京に来てね、6年とか7年ぐらい経つんですけど、東京の地理に全く詳しくないんで風景見てもどこだかさっぱりわかりません。今日もね、虎ノ門っていうとこ行ったんですけど、もう全然わかんなくて迷子になっちゃいました。で、まあ、まさきはサエに言うんですね。実家に行ってきたこと、そしてお父さんが認知症になったことを言うんですけど、その時、サエは、先生は何も悪くないんだよって言うんですね。で、いつか一緒に見ような、花火をって言って、まあ、いい感じのシーンでした。でね、今度、みちかとまなみのシーンなんですけど、どういうわけかみちかがですね、まあ、社長の座を追われて、行くとこがなくなっちゃったから、まなみのマンションに転がり込んでくるっていうね、なんだかよくわかんない展開になってきましたね。で、今度ね、さえ、どういうわけか、さえがですね、社長に呼び出されて、モノリスエステートに行くんですよ。で、臼井社長がね、500万円あげるから、お母さんがんの治療に必要でしょう。500万円あげるから、まさきと縁を切ってもらえませんかねって言うんですよ。で、サエはサエで、そんなお金もらえるわけないじゃないですか。どうして彼にそんな執着するんですかって言ったら、臼井社長が、何言ってんの、まなみ、まさきはまだまなみの夫ですよ。二人は離婚してませんから、これ不倫だよって言う。で、そのことにショックを受ける際って、今更なんでショック受けるのかよくわかんないんだけど、まあ、この二人はもうすでに、離婚してると思い込んでたんですかね。なんか、まさき離婚したみたいなこと言ってましたっけ。なんか、このまさきもね、ちょっとなんていうか、相手を引き止めておくために、結構姑息なことを、まあ、姑息なんですよね。なんか、さえはこの二人はもうすでに離婚したと思い込んでいたみたいですね。でも、言うんですよ、彼女はね。お金を受け取らずに、私は、
先生を信じるだけですって。いやいや、これもう不倫だよ不倫。信じるもクソもないと思うんだけど、というか今まで散々裏切られてきて、一体どこをね信じる余地、どこに信じる余地があるんだっていうね。そろそろ目を覚ませよってね、視聴者の皆さんの 100% はね思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。本当アンケート取ってもらいたいですね。うん。で、あとミチカとこのマナミのシーンがあって、まあなんか男らしいこと、まあ散々ね、男らしいこと言うんですよ。いや会社ね、あなたはなんで、あなた辞める必要なかったんじゃないって、会社。いやだけど会社は俺がいたらあの会社おかしくなっちゃうから、今の俺がいたらね、だから責任取って辞めたんだと。会社は守って当然、まあ要は彼は自分の身を犠牲にして会社を守った、それは会社がもう子供同然大事だから当然のことだろうと。でも俺はこのまま終わる気がないからって言うんですよね。まあ、ちょっとなんかマナミ、ミチカ見直してる的なね、感じになってますね。で、マナミはですね、ミチカの会社で小説の仕事をしてた、書く仕事をしてたんですけど、まあいろいろね、まあちょっとメンヘラですから、夫と関係がギクシャクしておかしくなって、小説書けなくなってね、締め切りをね、次々と落として、会社に超迷惑かけてたわけなんだけど、まあ今更になってね、もう一回やらせてくださいと。会社に頭を下げて回るんですが、まあ会社としてはもうあなた結構ですみたいな扱いを受けるわけですよ。で、そこでまたサイと鉢合わせして、マナミはサイにご迷惑をおかけしましたと、この件ではね。まあこれ、小説の締め切りを落としたことでご迷惑をおかけしたということで、バイトのサイに頭を下げる必要性はあんまり意味ないと思うんだけど、うん。で、そしたらサイはサイで、なんで私なんかに頭を下げるんですかって。むしろ私が謝らなきゃいけないのにしたら、マナミは、謝るくらいなら最初からうちの旦那好きになったりしないでよっていうわけですよね。もう至極当然です。おっしゃる通りです。その通りですよね。で、このコアスパークって会社ですけど、結局どうなったかっていうとね、モノリスエストエートの傘下に入っちゃいました。はい。で、社長はモノリスエストエートはお前に任せると、北斗に牛耳れっていうわけですね。お前がやれと。で、北斗ちょっと認められて嬉しそうみたいなね。はい。まあ、こいつはね、かませ犬ですから、まあ、まさきのかませ犬ですから、このまま終わるわけがありません。で、結局、まさきはですね、実家の土地の権利書の印鑑を押してもらって、まあ、検事に、社長に、さすがだなって言われるんだけど、その際、家に帰った時ですね、お父さんに一杯付き合いって言われるんですよ。あれ、お父さん認知症治ったのかなと思ったんだけど、まあ、実は結構ね、言葉もはっきりしてるし、表情もしっかりしてたから、あれ、認知症一時的に、正気に戻ったのかなと思ったんですけど、全然そんなことはなくて、まさきをまだ未だに亡くなった兄の康介だと思ってお酒を飲んでるんですよ。で、彼はですね、お父さんは遠い目をしながらね、まさきは一体どこで何をしてんだかみたいな感じで、まさきのことがちょっと気になってるみたい、なんて言うんだろう、父親の愛情らしきものをね、片鱗を少し見せるというね、まあ、取ってつけたようなクソシーンでしたね。で、あと、サエと、母親ですね、またなんかいろいろと似たような、なんかサエとは、あ、これってね、なんていうか、毎回似たようなやり取りするんですよね。がんになったら一緒にいようとするなんて卑怯って言うんですよ。がんになったからってね、一緒に今まで散々、幼い時は散々家から出ていなくなっちゃったくせにね、自分が病気になったら今更一緒にいたいなんて卑怯よって言って、最後ぐらい憎んで離れさせてよってお母さんに言うんですけど、ちょっと待った、あんたお母さんからお金もらってるよね、その時の条件としてずっと一緒にいることって約束受け入れたじゃん、それをね、最後ぐらい憎んで離れさせてよって、お前金だけもらっといて約束破るんかいみたいなね、まあ、彼女は彼女で最後ぐらい楽しもうよみたいな感じで言うんですよね。なんかここら辺ちょっとね、整合性が取れてないんですよ。で、まさきはまさきでね、実家からまあ仕事を終えて、まあ結局印鑑をしてもらって家に帰るんですけど、まあその途中ね、キトに着くまさきなんですが、まあ、少年時代の花火のことを思い出すんですね。まあ、それがね、父親との思い出なんですよ。ここに来てね、父親に思いを馳せるみたいな。
で、ここら辺ね、まあ、この一連のやりとりね、まあ、毎回このドラマそうなんですけど、なんかどうでもいいシーンでもね、あのクソみたいにどうでもいいシーンでも、なんかあのピアノの曲、やたらと音楽でね、盛り上げて、なんかいつもごまかされてる気がするんですよね。音楽はすっごくいいんですよ。で、なんか、聞いてると、なんか気分が高揚するというか、あ、いい話だなってつい思わされてしまうんだけど、でもね、冷静に考えるとこのドラマ、ちっとも話が進展してないんですよね。うん。正直言って、第1話とから、まあ第2話ぐらいから、この回に至るまで、話なんか全く進展しちゃいないんですよ。全然進展してないのね。で、大したことも起こってないんですよ。そもそもこの5年前のね、出来事をいつまでこするんだっていう話なんですけど、まあ、結局この5年前のね、この2人がイチャイチャしていたことが5年後の今にまで関わってくるわけですよ。別にこの人たち悪いことしてたわけじゃないんだよね。別にキスしたわけでもないし、肉体関係持ったわけでもないし、まあ、いつまでこのネタでこすられるんだみたいな感じで、まあ、この2人ね、なんでそんなにこのことでここまでね苦しむのかちょっとよくわからないんですけど、もう住んでるね、地元に住んでるわけじゃないし、大都会東京に住んでるわけでしょ。そんな5年前のそんな出来事でさ、とやかくそんなことで、なんか結構暴露の写真とかも出てきてはいるけども、そんなことでおかしくなりますかね。それなんか犯罪を犯したとかね、例えば淫行とか、なんかそういった犯罪みたいなのが起こして、まあ警察に逮捕され、まあ、裁判で有罪判決受けたっていうならまだしも、別に何もやってませんからね、犯罪にはなってないんで、なんでこう、大したことしてないわけですよね。何も起こってないんですよ。なんで、それなのに、なんでこの人たちの周りでは、こうもしょうもない事件が起きる、別にね、事件つっても大した事件起きてないんですよ。ただそれぞれメンヘラとかサイコパスとかキチガイとかね、思い込みが激しいとか毒親とかろくでなしばっかが揃ってるから、それぞれがろくでもないことをして、まあ、小さなトラブルを起こすんだけど、その小さなトラブルを100倍ぐらいにしてね、大げさな音楽で盛り上げてやってるんだけど、でも起こってること自体はね、別に全然大したことないんですよね。まあ不倫だけど、まあ不倫みたいにはなってますけど、この二人肉体関係ないですからね、未だに。ねえ、まあキスしたっけ？あ、キスはしたのか。でも具体的に肉体関係はないよね、今のところ。ねえ、一回もしてないのにさ、何もしてないのに、こんなに擦られるのもちょっと嫌ですね。まあ、とにかく、まさきもまさきで、まずこちらの夫婦関係をちゃんと解消しなければダメですよっていうことで、まあ、さえもさえで、ね、ちゃんとそこら辺の関係をちゃんとしない人間に、いつまでも執着している。で、社長にも言うんですよ。なんで先生にそんなに執着しているんですかって。いやいやいや、お前執着してるのお前だからね。もうこれ夫婦だから。お前が不倫関係として執着してるわけだから、ね、約束は破るしさ、もう言ってることね、この人むちゃくちゃなんですよ。だからね、このヒロインに感情移入したりとかですね、応援したりとか、そういう風に ならないわけですよね。で、まあ、さえとまさきのまた会話が始まるわけですよね。ね、先生一緒に花火しないっつって、まあ、花火をするわけですよ。いやね、あのね、花火いいよ、もちろん。でもこんなことをしている暇があるなら、もうちょっとドラマ進展させよう、させてよって思いましたよ、本当に。ね、こうやってね、どうでもいいエピソードとかシーンばっかり入れるから、全然ドラマがね、進展していかないんだよ、もう。そんなね、花火なんかやってる暇があったら、ちゃんとね、もうちょっと波乱を起こして、ドラマ進展させなさいよって思うんですけどね。お前らドラマの登場人物だろうって。ねえ。自分がどんだけ親不孝だったか知ったよとかね。やっと気づいたかって話なんですけど、さえもさえで私も気づいたことがある。私たち結局親から離れられないんじゃないかな。前、先生にお父さんのことで自分を責めなくていいって言ったけど、あれって実は自分自身に言ってたの。いや、そんなことない。俺はさえに救われたよ。いやいや、先生、
あの時私が、あの高校生の時ね、あの時私が先生に逃げようなんて言わなければ先生はくるくすしまずに済んだかもしれないのにってね、ほんとクソみたいなどうでもいい会話もやめろってね、全然ドラマが進展していかないじゃないですかって話なんですよ。だけどサイはね、なんか突然神妙になってですね、実は臼井社長から500万円もらったんだって告白するんですよ。だからそのお金もらっちゃったんでもう先生とは別れると。そしたら正樹が血相を変えて、え、嘘嘘嘘、それは嘘だと、そんなことあるわけないだろ、お前がそんな500万円をもらうわけないだろ、ううん、それはねもう自分で決めたことなの、こう、まあ要はね、簡単に言えばね、別れを切り出してるわけですよ。で彼女言うんですよね、あの先生のね、正樹の目をね、まっすぐに見据えながらね、私はただ普通の恋をしたいだけ。いやもうそうだよ、ほんとそれでいいんだよねえ。第1話からそうしてればね、こんなことにならないわけでねえ。もうね、本当にね、お前がアホすぎるから全10話11話まで引っ張られちゃったわけですよね。まあ、まさきはまさきでさ、こんな綺麗なさ、お金持ちでこんな綺麗な奥さんいるわけですよ。もう僕が、俺が欲しいぐらいですよ、こんなね。ヒットの小説家で お金をね、大金を生み出して、実家も金持ちで、こんな綺麗なね、奥さん、もう、なんなら俺にくれよって話なんですよね。なんですかね、こう、真面目にね、製品に甘んじて、誠実に実直に生活しているのに、彼女いないっていう人が世の中には吐いて捨てるほどいるんだぞ。だけど、お前の取り柄なんか、ちょっと顔がいいだけじゃねえかよ。ねえ。それでいてこんだけのもの持っててね、奥さんまでいて、それでいてこんな22歳のね、こんな可愛い子にまで言い寄って言い寄られて、お前ふざけんなよとね、え、何言ってんだって話なんですよね。もうなんかね、もう嫉妬で気が狂いそうでしたよ今日は、このドラマ見てて。はい、で今度臼井社長と正樹のシーンになるわけですけど、まあ、正樹はなんかね、突然また開き直ったんですかね。サイに振られて、またね、なんかちょっとやさぐれたまさきに戻ってて、社長、俺、これから本格的に仕事再開するんで、あの、コアパークスは俺に担当させてくださいって言うんですよ。だって、お前、あの、モノリスエステート辞めさせてくださいって、直談判して、まあ、いろんな仕事してたのに、なんか突然やさぐれちゃってね、急に態度変えて、まだ俺、ここで頑張るんで、よろしくっす、みたいな感じで。ただ、コアスパークは、俺がちょっとやらせてもらいますって言ったら、社長はですね、お、さすがまさき、お、さすがまさきだ、つってね、よし、コアスパークはお前に任せるからって言ったら、でもコアスパークってさっき北斗に任せるって言ったばかりなんですけど、だから北斗当然結束会って怒りますよね。お父さん何言ってんだよ、コアスパークは俺がやるんじゃないのかよって言ったら、バカ、お前なんか使えねえから、お前まさきにやらせるから、お前なんかもう必要ねえんだよってね、切り捨てられるんですよね。本当にね、もうどういう人間って、もうこいつは本当ね、やっぱりね、サイコパスなんですよね。サイコパス、メンヘラ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 、毒親、バカ、ねえ、アホ。まともな人間がね、一人もいないんですよ、このドラマには。はい。で、今度ね、まあ、北斗がですね、まあ、両親、父親に、社長に切られて、あの、妹のマナミんとこ泣きつきに行くわけですよね。ちょっとお父さん説得してくれってことなんですかね。で、あんた、自分でそのことぐらいしっかりやんなさいよって言うんだけど、いや、俺知ってるぞ。ミチカが、お前、ミチカかくまってるだろ。今、ミチカいるだろ。みたいな感じで、ミチカをコケにするんですけど、マナミはマナミで、ミチカはね、あんたみたいな凡人じゃないのっつってね。怒るわけですよ。それで突き飛ばして家から追い出すわけですね。なんかね、ミチカとマナミなんかいい関係になりそうなフラグ立ってきましたね。まあ最終的にはね、まあこの夫婦関係はやめて、マナミとミチカが、まあおそらく最後はくっつくんでしょうね。で、今度ね、サエとハルトの会話シーンがあるんですけど、ちょっとね、心よくわからなかったんだけど、まあお母さんに、治療を受けさせることにしたって言ったら、ハルトは、でもお金どうすんのって言ったら、社長から500万円もらったから、それを治療費に
当てるんだと。でハルトがね、そのことを先生に言ったのって、先生ってのは正樹のことだと思うんだけど、いやそんなこと言えないよ、先生にはそんな500万円もらったって言えないよって言うんですけど、言ったよね。いやいやいや、正樹に言ったじゃん、500万円もらったって。あれこれだからね、ちょっとね、ごめん、僕のドラマの見間違い、ちょっとね、解釈のし間違いかもしれないんですけど、ここちょっとよく分かんなかった。まさきに500万円もらったって言ったよね、はっきり。だけど、いや先生には言えないよみたいなこと言ってるんですよ、ハルトには。これは何なんですかね、シナリオのミスですかね、これ。これ何かのミスですかね、シナリオ上の。そういうことってあんのかな。だけど役者さんとかが気づくんじゃない、普通は。ただまあなんかあれか、撮影の順序によっては気づかないか、先にこのシーンをね、ハルトとのシーンを先に撮ったんだ、でも途中でこちらのシーンを撮るときに今度気づくよな。よくわからない、これちょっとね、よくわかりませんでした、ごめんなさい。ちょっとわかる方がいて教えてください、きっと僕は勘違いしてるんだと思う。で今度ですね、まさきにハーミットと名乗る人物からメールが届くんですよ。これまたね、また擦るんですよね、5年前の暴露の、写真とかをまた脅迫するようなメールが届くんですけど、もう5年前のこんな写真送られてきたところで、別にまさきにとってはだから何なのでもいいと思うんですけど、散々今まで擦られてきて、またこれで擦られるのっていう、ネタがこれしかないわけですよね、ハーミットと名乗る人物のね、脅迫のネタってこれしかないんですけど、まあ、脅迫のネタとしてはね、あまりにも弱いと思うんですが、なぜかこのドラマではね、この弱い脅迫のネタで波乱がね、何回も何回も起こるってね、このネタでね、擦りまくってるわけですよ。で、ハーミットっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、ハーミットっていうのはタロットカードの中にハーミットっていうのがいるんですけど、隠者って意味なんですよね。隠れたものっていう意味ですね。でこの最初らシェアハウスにサイが住んでるわけですけど、途中で静香が、まあ、来るじゃないですか、探し合ってるじゃないですか。このサイはね、お母さんには内緒でこのシェアハウスに住んでいるのに、お母さんはそのシェアハウスを突き止めたんですよ。どうやって突き止めたのかって聞いたら、まあ垂れ込みがあったっていう。でその垂れ込みのことを聞いてみたら、やっぱりハーミットと名乗る人物からメールで、来たっていうことがわかるわけですね。つまりお母さんに情報提供したのもハーミットなんですよ。さあハーミットとは一体誰なのかっていうことで、まさきと慎太郎と、園田か、たまたまねさえその子にはいなかったんですね。で3人でハーミットの話をするんだけど、まあ、とにかくこの2人の関係を壊したいと思っている、それでいてさえに近しい人物とは一体誰だろうって。まず慎太郎自身は、でも俺じゃないと、まあそれは慎太郎じゃないよね、俺も確かにこの2人の関係を潰そうとはしたけど、ハーミットは俺じゃないと。でまあ彼女でもない、まあ、当然ね、まあこれはもう前々から僕も考察でずっと言ってきましたけど、ハルトじゃないかって、まあ慎太郎もそうじゃないかっていうことで、ハルトの荷物をね、まあ、ハルトこの場にはいないんで、ハルトのリュックサックを漁るんですよ。そしたら文庫本の中に家族の写真が出てきたわけですね。でそこに写っていたのはハルトと両親なんですよ。そのハルトのお父さんが、はい、予想通り鏡先生でしたっていうことが、今回はっきりしましたけど、まあ散々ね引っ張った割に予想通りでしたっていうことで、はい、まあまあまあハルトしかありえないもんね。で、そのことでやっとハルトの正体を突き止めたことで、まさきはまたね鏡先生のところに会いに行くんですよ、面会に行くんですよ。でねここもちょっとよくわからないんだけど、突然鏡先生はさっきは散々ねまさきを挑発していたくせにね、最初は急に謝り出してね、いや息子がそういうことをするのは予想していたんだと。でそれを止めてほしくてまさきに脅迫するようなメールを出したと。で面会した時もあんななんか脅迫めた、お前のことを呪ってるやつが近くにいるみたいなね、まこと言ったんだけど、いや最初からうちの息子がねちょっとまああんたのことを恨んでいて、ちょっといろいろ悪さしてくると思うんで注意してなって最初から言えばよくない？なんでそんな回りくどいことすんのっていうね。まあ、とにかく鏡先生はうちの息子さんと迷惑かけて申し訳ないってね、なんか突然こう謝り出すというね。
なんじゃそりゃってことで、散々ね引っ張っといて、謎、結局今回のねこの物語の最大のミステリー、最大の謎が結局それかよって、もうねがっかり感半端ないですよ。もうね、加賀美先生、何、あなたの復讐じゃなくて、あなたは息子を止めようとしてたんだって、まあ意外っちゃ意外だけど、いやそれだったら最初からね、まさきに手紙で詳細を伝えれば、こんなことにはならなかったわけですよね。もうあっという間にこの件は解決していたのに、お前が回りくどい方法を取るから、回りくどい、意味もなく回りくどいことするから、もうこのドラマ全11話までいっちゃうわけですよ。ふざけんなっていうことでさ、で最後にまさきがね、加賀美さん、あんた他にまだ何か隠してることありませんかって言うんですよ。はい、これがね、まあちょっと終わりの方で明かされるんですけど、なんでまさきはそのことが分かったのかなっていうね、感づいたのかなって、やっぱり何か感づいたからそう言ったと思うんだけど、まあ、ちょっとよくわからなかったですね。で、まあ、拘置所。まあ、拘置所から、今、刑務所か。今、刑務所に入ってるんで、刑務所から刑務所を出て、家に帰る途中で、ハルトから、まあ、メールが届くんですよ、まさきに。今、一緒、サエと一緒にいます。ね。だから、そこに、今すぐここに来てもらえませんか、と。で、そのメールを受け取った正樹は、まあ、サエやばいってなるじゃないですか。ね。まあ、走り出すわけですよ。で、じゃあ、サエとハルトはどこにいるかというと、高校の母校の屋上にいるわけね。まあ、そこで、まあ、それは加賀美先生と、まあ、マサトのね、まあ、最後の睨み合いがあったとこですよ。で、結局、その、小坂先生を突き飛ばして殺したみたいな屋上からかな。ちょっとこれ辺もね、ちょっとよくわからない部分いくつかあるんですけど、で、このね、加賀美先生が、まあ、ハルトが加賀美先生の息子だっていうのことを現状で知っているのは、正樹と慎太郎とこの園田理子なんですね。この時点でサエは知らないんですよ。つまりたまたまなんで知らないかっていうと、この3人がね、ハーミットの正体を探ってみんなで話し合ってる時、たまたまサエはね、その時いなかったんですよね。はいはい、出ました、ご都合主義ってことで。はいはい、出ました、そう、ご都合主義が発動しまして、サエはそのこと知らないから、ハルトの言う通り、ハルトが一緒に母校行きませんかって言ったんでしょうね、高校の。でもハルト別にその母校のね、高校の卒業生でも何でもないのに、まあ彼女ひょいひょいついていくわけですよね。ああ懐かしいなーとか言うんですけど、ここでハルトはね、本性を表すんですよ。あんたのせいで、まあ結局ハルトは、まあ、加賀美先生の息子であり、結局、小坂先生の一件ですね、結局小坂先生と加賀美先生が不倫をしていたことによって、まあちょっと家族がよろしくなくなったわけですよね。で、加賀美先生が小坂先生を殺したということになったので、どうなったか、まあ当然加賀美先生は逮捕されて刑務所行き、でお母さんですね、まあ加賀美先生の奥さんは自殺をしてしまったんですよ。要するにそれによって村上春人は、まあ、家族がもうめちゃくちゃになっちゃったわけね。だまあ多分村上加賀美っていう、まあ前はね、高校生時代は加賀美って名乗ってたんでしょうけど、当時ね、当時は お父さんがいる頃は、加賀美って名乗ってたんでしょうけど、まあ、村上ってのはおそらくお母さんの旧姓だと思うんですよ。そちらを今名乗ってるわけですよね。でまあお母さんが死んじゃったことによって、ことの発端である、ことの発端？まあ、なんかちょっとね、よくわかんないんだけど、結局ね、真相、このね、臼井社長が、臼井じゃない、ごめんなさい、加賀美さん先生が、まさきに、最後、まさき言ったじゃないですか、俺に何かもう一つ何か隠してることがあるでしょって。それは何かというと、
本当に加賀美先生、小坂先生殺したのはあなたですかって意味なんですよ。でも実は小坂先生殺したのは加賀美じゃないんですね。実はハルトだったんですよ。要は加賀美先生と小坂が不倫関係になって家族の状態がやばいから小坂先生をハルトが殺しちゃったわけですよ。でそのまあなんだろう、加賀美先生が罪をかぶってくれたんですね。でまあ復讐劇に今来てるんだけど、なんで今思えばなんでハルトはこの二人恨むの？え、関係なくないですか？え、この二人 なんで恨むのかな？え、なんでこの二人恨むんでした？関係なくない？ハルトが恨むべき人間はお父さんであり、まあ、その小坂先生ですよね、不倫相手である。まあ、だからまあ小坂先生殺しちゃったっていうのは分かるんだけど、この二人なんで恨むんだねえ、なんでこの手の込んで復讐するんじゃってことですよね。まあ、そもそもね、小坂先生の殺害、学校って防犯カメラないの？警察はこう殺人事件だから徹底的に捜査すると思うんですよ。まあちょっとね、まあ、そこら辺はまあたまたま防犯カメラがなかったのか、防犯カメラが映らないことをちゃんと、防犯カメラのないところで、まあ犯行を決行したのか。でも村上っ子の春人くんってその学校の卒業生じゃないよね。だからあんまりその学校の防犯カメラの位置とかそういうの詳しくないと思うんだけど、まあなんかよくわかんないけど、たまたまつからあの防犯カメラとかに映らなかったんでしょうね、当時はね。まあ加賀美先生が自分がやったって言い張ったから警察はその供述を信じて、手打ちにしたってことですかね。まあそれはいいや、そこはまあいいや。で結局、ハルトは最後ね、サエをこの屋上から突き落とそう、それで復讐を遂げようとしたみたいな、突き落とそうとするとこで次回最終回みたいな予告編に入るわけですね。一応見ておきましたかね。まさきは過去の家族写真からハルトが加賀美の息子であると知る。これまでまさきとサエの仲を引き裂こうと暗躍していた正体不明の人物ハーミットもハルトだったのだ。なんでかね。ハルトから今サエと一緒にいると呼び出されたマサキはかつて教師をしていた、桐谷高校へと走る。サエはハルトともに高校の屋上にいた。そこでハルトは小坂を殺したのは自分だとサエに告げる。ハルトは自分の家庭を壊し母親を死に追いやった小坂と小坂のことで加賀美を追求した、ああそういうことか、小坂のことで加賀美を追求したマサキを憎んでいた。ちょっとよくわからないね。いやだって小坂殺されたことで加賀美追及、お父さん追及されるのは至極当たり前だと思うんだけどね。至極当たり前でしょ。俺は決めたんだ、新田をじわじわと追い詰めてやるって。ここから一緒に飛び降りたらあいつなんて言うかな。ハルトは笑いながらそう言ってサエに近づいていく。なんかね、登場人物で唯一まともっぽい人物だったけど一番サイコパスでしたね。結局まともな人物いませんでしたね。桐谷高校に駆けつけたマサキは屋上で揉み合うサエとハルトを見て必死に階段を駆け上がる。だが思わぬ人物がマサキの行く手を阻もうとし、一方隙をついてハルトから逃れちゃうんだサエね。マサキの元へ急ごうとするか。まあ今回ね、このドラマで一番まあサプライズはこのハルトが、実は小坂先生を殺したのは加賀美ではなくてハルトだったっていうのはね、まあ、若干ちょっと驚きというかサプライズではありましたけどね。まあでもなんかね、次回もなんか最終回もね、
茶番な感じですね。いや、さすがにこのハルトがね、この2人にその復讐しようっていうのはちょっと無理があるというか、その行動原理がよく、動機がよく分かりませんね。だって、まあ、結局香美先生を糾弾した、追及したからってことですよね。だって小坂殺されたんだから、それは追及されるに決まってるよね。だったら逮捕した警察も憎むべきじゃないですか。これちょっとかなり無理があるというか、ここで正樹とで紗英もその恨みの対象に、憎しみの対象にするっていうのもよくわかんないですね。まあ歪んでるとかね、サイコパスだからとか、歪んでるからそうなんですって、まあ頭のおかしい人の考えることはわかりませんよねっていう、まあ設定なんですかね。まあ本当あれですね、この物語、本当にこのドラマね、まあ最終回までほぼ進展がありませんでしたね。まあ正直第1話と2話と最終回見とけば十分じゃないですかね。正直2話から、10話まで、3話から10話まで見なくて大丈夫ですっていう感じですかね。いやー、これは厳しいですね。あ、そうだ、前回の視聴率も一応見ときましょうか。はい、こちらね、ドラマ9っていう、サイトからねデータちょっとお借りするんですけど、どうでしょうかね。はい、こんな感じになっております。本当にね、今回のね夏クールはもうありえないぐらい低調ですね。10% いったのがね、オールドルーキーだけで、そのオールドルーキーですらギリギリ10ですからね。普通だったら平均みたいな。ね、他のクールだったら、まあ、中のちょっと上行くか行かないかといったとこですけど、それがトップですからね。実質オールドルーキーも、これ打ち切りですよね。で、終わるの早すぎたもんね。もう1話にはいけるはずなのに、まあ、打ち切られてしまったっていうね。まあ終わってしまったし、なんか結構物語も尻切れトンボというかね、展開がやたらと早かったみたいなんで、まあガーシー法を受けて綾野剛のこともあって、まあ打ち切っちゃったみたいでね。今回結構トラブルも多かったですね。六本木クラスでは、香川照之さんのあの性加害事件があって、まあ逆にそれが追い風になってね、視聴率が伸びちゃってますけどね。で、我らが、純愛ディソナンスですけど、前回ですね、まあなんとかね、3.9 に踏みとどまりましたね。いやー、もう 3% 台が 1,2,3,4,5,6 は続いてますからね。で、今回が10話ですから、それがまあ、明日あたりに結果が出て、11話がで、まあ、どうなるかってことで。いやー、今もうギリギリ平均もね、4% で踏みとどまってますけど、これ視聴率、第10話の視聴率以下ではね、これ 4% 切りますから 3% 台にいてしまう。まあ、ダントツでね、今回のドラマ視聴率最下位ですね。だって 4% 切るって深夜ドラマかって話ですもんね。深夜ドラマがそれぐらいでしょ？ねえ。これはかなり厳しいでございますよ。トラコもひどいね。5% がずっと。初恋の悪魔もね、ちょっとやっぱり厳しいですね。鉄八も。魔法のリノベもね。そうですか。まあ今回はちょっと本当に夏ドラマは全体的に災難だったというか、まあこういう時こそね、弱り目にたたり目じゃないけど、不祥事とかが起きてね、足引っ張られたりするんですけど、まあそもそも第1回からね、もうみんな第1話からね厳しかったですからね。
と、まあそんな感じでね、純愛ディスナンスの視聴率こんな感じで、まあ 4% 台なんとかキープできるといいんですかね。はい、純愛ディスナンスを面白くなると思ったんだけどな、第1話見た時はね、このドラマ化けるんじゃないかって、まあ、最初視聴率悪かったんで、ただ今後の展開以下ではね、このドラマは化けるんじゃないかとか、ね、今後面白くなるんじゃないかってめちゃくちゃ期待してたんですけど、まさかこの低たらくになるとはね、ちょっと思いませんでしたね。演出とか役者さんの演技とか演出とか音楽はね、いいんですよ、すごく。今回ね、もう先般はね、まあ、明らかにシナリオですね。これあれでしょ、オリジナル脚本ですからね。原作はないから、もう今回このドラマの先般はもう申し訳ないけど、これシナリオだと思いますけどね。それ以外はみんな結構ちゃんとやってたからね。役者さんたち結構、僕は結構ね、みんな役者さんたちはいい演技してるなと思いましたよ。それぞれ魅力を発揮していた。ただ、役者さんがどんなに頑張ってもね、シナリオが、ストーリーがクズすぎるとね、アホすぎると、どうにもならないなっていう、どんなに他が頑張ってもね、もうやっぱりドラマっていうのは、僕はシナリオありきだと思うんですよね。まあ、逆を言えば、シナリオがね、優れていれば、役者さんがしょぼくても、なんとかなるもんなんですよ。もうちょっとね、日本の特に民放ドラマ、シナリオはもうちょっと力入れた方がいいというか、やっぱちょっとね、短絡的すぎるというか、視聴者層をバカにしてるっていう、低く見積もりすぎてると思うんですよ。頭が悪い人たちに見せるドラマみたいなコンセプトで作ってるから、こういうのができちゃうんですよね。感受性が薄いとか、知識がないとかね、単純だとか、頭あまりよろしくない、30歳ぐらいのね、30代40代の、まあ、女性たちに見てもらおうって、ちょっとね、視聴者をバカにしてるところがあると思うんで、だからこういうドラマ作っちゃうんだろうなっていう、まあ、視聴者はもっとね、作り手が思ってる以上に賢いし大人だしね、まあ、正直ね、このドラマに共感している女の人って、ああ、素敵とかね、あ、ヒロイン頑張ってみたいな感じで、この恋愛素敵だわって胸キュンしてるような人っていないと思うんですよね。まともな大人だったら、なかなか、まあ、そのね、この中島優斗が素敵とかそういうんじゃなくて、あくまでもこのドラマとしてね、この物語として、このヒロインとこの、まさきの恋愛が素敵だとかね、このヒロインに共感できるなんて人いないと思うんですよ。まあ、いたらやばいですよ、本当に。この恋愛模様に共感していたらね、ちょっとやばいですね。やばいと思った方がいいと思います。はい。まあ、そんなとこですかね。というわけでね、次回いよいよ最終回ということで、まあ本当皆さん申し訳ない。もうなんか散々ね、このドラマ面白くなるかもしれない、面白くなるかもしれないってね、散々焚きつけて、まあ散々こう今までのこんなクソみたいなドラマに引っ張ってきましたけどね。いや、最後の最後までね、本当クソドラマでしたね。本当申し訳ない。それでもね、根気よく僕のこの動画を見てくれてる人も、まあ、何人かいると思うんですけど、もう謝っておきます。本当にね、皆さん、クソみたいなことにお付き合いさせて申し訳ございませんでした。はい。まあ、そんなわけで、次回最終回ね、しめやかにやっていきたいと思います。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。